J2 リーグも終盤戦、ヴァンフォーレ甲府と大宮アルディージャの一戦です。ホームの甲府は青のユニフォーム、アウェーの大宮は白のユニフォームです。ヴァンフォーレ甲府と大宮アルディージャの一戦、まもなく前半のキックオフです。今前半の45分が始まりました。左をエンドに右に攻めていくのが、まあ、だいぶ時間もかかってしまいましたけど、はい、まあ、こうやって終盤戻ってこれたのは甲府にとって大きいですね。うん、中盤の競り合い、柴山から矢島慎也、前を向くアウトサイド、右サイドシュートを放った富山、先制ゴール大宮。前半の5分、開始早々決めたのはフォワードの富山高光。まあ、富山もこれを、まあ、ファーに流れることで、まあ、このボールをよく引き出しましたね。はい、まあ、大宮は3試合ぶりのゴールとなりました。そういったところが整理されてくるとより安定するのかなと思います。高い位置でボールを奪いました。その柴山です。裏に抜けていく富山、1対1、富山のシュート、決まりました。今日2ゴール目富山、今度は裏抜けから、まあ、しっかり富山ゴールするというのは、まあ、良かったと思います。高い位置で奪ってショートカウンターでの追加点、リスタート、裏へ抜けていく三浦、三浦のシュート、これはゴールキーパー志村片手で止めました。そうですね、まあ、やっぱり自分が点取りたいという、はい、ここは裏へ抜けている、柴山ゴールキーパー1対1、1人かわして柴山、ファールはありません。最後マンシャがなんとかカバー、はい、まあ、ゴールキーパーをかわしてというところまでは、はい、まあ、落ち着いてましたし、はい、まあ、もちろん押されてるっていうのも、ゴール正面あたりに矢島喜一、ふわりとしたボール、ヘディングシュート、追加点大宮、袴田雄太郎です。再三いい守備を見せていた袴田が今度は攻撃でチームに貢献しました。まあ、勢いを持って入ってきてましたね。はい、よくしっかり叩きつけました。このボールはつながりません。大きくクリアしたところで試合終了のホイッスルです。